こちら新駅ビルのバス乗り場なんですが、天井も高く奥行きもあってかなり広い空間になっています。新駅ビル1階の新しいバス乗り場はおよそ5000平方メートルで、高さはおよそ4メートルあります。照明は温かみのある電球色で、歩道は市内を流れる川の砂の色をイメージしています。現在のバス乗り場は工事のため閉鎖され、来月2日の始発からは新しいバス乗り場での利用が始まります。停留所が減少するため、熊野線など一部路線はエキシティ広島前などに変更されます。しばらくの間は誘導員等を配置してですね、こちら混乱のないようにいたしますけども、引き続きご協力の方よろしくお願いいたします。工事の進捗率はおよそ8割となり、駅ビルに乗り入れる路面電車の橋を架ける作業のため、来月13日など3日間は周辺の道路が一部通行止めとなります。